歴史の扉をこう開けるっていうことはほとんどできない人が多いし、はい、やっぱりワールドカップはね、もうやっぱ夢じゃん。そうですね。秋沙さんにとってのゴンさん、いい関係だったんですか？ライバルがいるって楽しいよね。今まで経験した中で一番すごい人だって思える。まあ鹿島でこう上昇軍団にの階段をこう駆け上っていきながら、ご自身も日本代表ではセンターバックとして定位置掴んでいくじゃないですか。これはなんかきっかけあったんですか？まあ監督が変わったことかな。その鴨さんが最初、はい、フランスの時の最終予選の監督やってて、で途中で解任されて、はい、岡田さんになってっていうところ、ここが大きな転機になったのかな。ただあれですよね、カザフスタン戦でゴール決めましたよね。あれは鴨さんが監督。鴨さんだけど俺が出てたんだよね。小原さんが出てた時もあったし、はい、井原さんと秋田さんは小村さん。そう。井原さんはもう鉄板でもうレギュラーだったし、まあどっちのタイプを取るかっていう感じだったと思うんだよね。まあそして日本代表が初めてワールドカップ出場をかけて臨んだイランとのアジア地区第3代表決定戦。これ試合前の雰囲気どうでした？まあ正直言って最終予選でもう絶望的って言われてたんで、はい、ここまで来たら。いや、もう俺らいけるって思ってたね。緊張感は、いや、なかったね。なかったんですか？なかった。ここまでやっぱり、もう暗闇を通り抜けてきてね、明るいところに来たから、もう一回入ることはないだろうなって思ってたっていうのはあるね。岡田監督、試合前にどんなミーティングされたんですか？岡田さんはね、いつもね、はい、詩人みたいなこと言うの。はい、なんとなく、はい。わかるで。わかります。はい。まあ例えばだよ。はい、これを言ったかどうかは、はい、でも何回かのミーティングの中で、はい、全宇宙の中から地球っていうのはこんなちっぽけなもので、はい、この地球の中での人間ってこんなちっちゃなことで、はい、この出来事、はい、この試合なんてもう本当に誰も興味を示さないことなぐらいだよ、みたいな。うん、だからそんなに緊張しなくていいんだからっていう話をしてくれたりとか。もうご自身ではもうこれ負けたら日本に帰れないっていう話は家族に電話してたっていう話も言ってましたけどね。ご自身は感じてたかもしれないけど、選手には。だけど、はい、岡田さんはそんなこと言いながらカズさん外したりさ、キイちゃん外したりとか、うん、そういうところはなんか肝が据わってるのかなっていうのは感じるよね。ちなみに延長に入ってその前からも岡野さんがシュートを外したり、してたじゃないですか。それ後ろから見てて何考えてたんですか？秋田さんは。入るだろうなと思って、そのうち入るなって。うちにもいっぱい外すやついたから誰とは聞きませんけどワールドカップ決まった瞬間どうでした？いや、もう最高だったね。その歴史の扉をこう開けるっていうことは、はい、ほとんどできない人が多いし、はい、そんなことができたっていうのは、まあ、やっぱりみんなやっぱり感謝しなきゃいけない、まあ、親から今までお世話になってきた人たちには感謝しなきゃいけないと思ったし、はい、やっぱりワールドカップはね、もうやっぱ夢じゃん。そうですね。サッカーやっていたらワールドカップに出たい。サッカー人からしたらもうワールドカップっていうのはもう最高の舞台でさ、そこに出れたらもう死んでもいいぐらいな、ね、場所だしさ。そうですね。まあそんな夢を実現することができたっていうのは本当に幸せだなっていうのは、こんな俺でも。フランスワールドカップのメンバー発表の時はご自身はもうきっと入るっていうことは感じてたと思うんですけど、まあカズさん、北田さん、市川さんも外れましたけど、それはどこでどう知って何を感じました？あの時はそのミーティングをやると、はい、でカズさん、北田さん来てなくて。はい、あれどうしたんだろうなって思ってたのが、はい、でそこでまあ発表されて、はい、ああそうなんだっていうところ、はい、もうこれはね、もう監督が決めることであって、まあ致し方ないしっていうところはあったと思うんだけど、そこからあまり考えないようにしたかな。まあ、迎えたフランスワールドカップの初戦、アルゼンチン戦ですよね。これ初めてワールドカップのピッチに立った時の心境はいかがですか？で、あの時ね、はい、そのワールドカップはワールドカップだったんだけど、はい、すごい日本人多くて、うん、まあそんな中でアップグラウンドでしてて、安室奈美恵さんの音楽が流れたりしてたから、はい、なんかすごいホーム感があって、過度な緊張はしてなかったと思うけど、最終的には緊張してたかな。うん、いいパフォーマンスは出せたなとは思ってますね。うんうん、対峙することになったバティストゥータ、これどうでしたか？まあそれこそさ、はい、あの頃ってまあ世界のスーパースターがいるわけで、はい、まあM−1に比べたら身体能力は高くないだろうなと思ってたし、うん、じゃあ全てができるかって言ったらそういうわけじゃない。だけどこの形入ったらもうアウトだからっていうところだけは消そうと思って。だからその、まあ、あの頃バティは多分世界の5本の指に入ってた選手で、はい、逆にそういう選手とやれるっていうのが、まあ、幸せだなと思ってたし、やったるみたいな感じな気持ちではいたかな。はい、とりあえずやり合ったんですか、試合中は？やり合ってないね。あ、そういう感じではなかったね。プレーしてた選手たちがどういうふうに感じたかは別としても、ファンサポーターからすると、まあ、1-0、まあ、惜敗、うん、その後、まあ、クロアチア、ジャマイカにもこう敗れると、全部勝てずにグループリーグ敗退、日本代表がしました。全試合に出場していろんなことを感じられたと思うんですけど、得たものは何ですか？まあ、世界を知るっていうか、最後の質のところはやっぱ違うなっていうのはすごく感じましたね。まあ、それはワールドカップだからこそ感じるもの。その頃 J リーグでも感じられた、正直。でもやっぱり世界のこういう代表戦になってくると、本番の試合ってなかなかできないじゃん。そうですね。世界とのその本番の試合っていうのはワールドカップしか出れないんで、はい、そこのやっぱ質っていうのはもう格段には違うかな。まあ、少し話を戻しまして、セカンドステージを制覇して臨んだ98年のチャンピオンシップ、うん、97年にジュビロ磐田にこう敗れましたよね。うん、その相手に、まあ、2勝して年間チャンピオンを取りますと。この2試合どうでした？97年がもう抜群に強かった。はい、もうほとんど反面でやってた。うん、前からプレッシャーかけてたら、蹴ってきてもヘディングで僕がもう全部パスをして、うん、そこから攻撃がスタートするし、うん、まあ、フォワードにくさびヘディングでするし、うん、で蹴ったらやられるから後ろからつなごうとすると前からのプレッシングが効いてっていう、もう反面でやってた、はい、ほとんど、はい、そのチームがやっぱり3冠取らなきゃいけなかったのにジュビロに負けてしまった、うん、そっからもう1年間、うん、来年こそはもうチャンピオンシップジュビロに勝つんだっていうとこからスタートして、うん、まあ、あのゲームになったんじゃないかな。うん、個人としてもチャンピオンシップ MVP に輝いてましたけれども、いかがでしたか、そのシーズンは？まあ一番やっぱりジュビロがね、中山さんに勝ったっていうのはやっぱりすごい嬉しかったし、うん、なんだろうね、やっぱりライバルがいるって楽しいよね。まあ、ずっと中山さんとこうバチバチやってるっていうイメージがあるんですけど、秋田さんにとってのゴンさん、中山さんってそういうこういい関係だったんですか？ね、汚いことをやろうと思えないね。正当に戦いたいって思える人。ゴンちゃんも汚いこと一切してこない。はあ、肘打ちとか全くないね、そんなことは。正々堂々と戦って、やっぱりいいところを消してっていうところは考えて、なんだろうね、あの人最初の頃は、はい、正直言って中山さんの方が格段に能力高くて速くて強くて。この人もどうやったら抑えられるかなって95年ぐらいかな、うん、は思ってて、でだんだん力関係が変わってきて、うん、97、98ぐらいになってくるともう大丈夫っていうふうに思ってるぐらいなんだけど、うん、本当に倒れてもまた立ち上がって、本当に何回も消える動きをして出てくるとか、うん、基本的な動きを繰り返してやってくるんだけど、その1回のチャンスで点を取るこのメンタリティ、あの人はね、本当にね、すごい人だよ。本当に今まで経験した中で一番すごい人だって思えるだからやっぱり一番嫌だった選手誰ですかって言われたら絶対中山さん。はあ、死神みたいだもん。よみがえる。よみがえってくるし、本当にうまくいかなくてもそんな関係なくて、それをもう何回も繰り返すメンタリティーを持ってる選手だから嫌だよね。なんかすごくいい関係なんだなというのを感じますけど、2000年史上初の3冠達成、うん、そして2001年も年間チャンピオンにと、いかがですか？ジェイコ・スピリットがその三尾たちにうまくこう伝達できたっていう瞬間だね。例えば鈴木孝之とか柳とか、はい、三尾、永田浩二とか、うん、本山とか曽我とか、うん、もう彼らが中心となった世代、自分もいたんだけど、そこはなんかサポートっていうか、これも流れもあって、うん、昔はじゃあジョルジとか、うん、ジーコとかサントスとか、うん、若手を育てるためにゲームをコーディネートする人間がいたんだけど、はい、うん、それ俺たちは逆にこう使われる側、うん、あとピークの選手もいるのね、うん、ピークとあと若手、この3つがいて、自分が97年の時はもうピークの時、うん、でそこから過ぎた、うん、で経験を持って、うん、ここにいて、うん、この子たちを、うん、こう育てながら、まあ、脂の乗ってる選手たちをうまくこうコントロールしながらとかっていうことができた時かな、2000年ぐらいの時が。はで、あの時は全然良くなかった。もう開幕してからセリエドが来て、で343をやってうまく全然機能しなくて、うんうん、で最後のもう3ヶ月だけギュッとチームが上がったの。セカンドステージで点が取れないから守ってカウンター1回セットプレーで1点とか、うん、そういうのでなんとかギリギリチャンピオンシップに出てっていう状況の本当に弱いチームだった。うん、全然そうは見えなかったんですけど、あ、そういう内情があった。めちゃくちゃ弱かった。うん、まあよくこんな三冠取れたよなっていう時に取れた。まあ勝つとやっぱり自信持つから、はい、そこからやっぱり、勝ってってナビスコと天皇杯も取れて3冠になったんだけど、鹿島ってなんでこんだけタイトル取れるかっていうと、うん、その時のメンバーであり環境であり、うん、そこによってサッカーを変えられる。結局97年は全く違うサッカーでも反面でやってた、うん、もう前からプレッシングかけて、うん、圧倒的に強いサッカーをやったけど、うん、2000年の時は守備から入ってカウンターのサッカー、うん、それに関してはもう全く違和感ないの。だって勝つためにやってるわけだから、今のこの選手でどうやって勝つのかってことを考えてやってるから、うん、ポゼッションサッカーとか。うん、まあ、ジュビロとかはね、本当華麗なサッカーで点を取ってっていうサッカーは多かったんだけど、勝つために必要なこと、例えばヘディング、うん、セットプレーで点を取ることも多かったし、うん、点を取るんだったら一緒でしょ、うん、守備をガチガチに固めてるところで、じゃあどうやって点取るの、ポゼッションして点取るの、うん、取れないでしょ、うん、だからセットプレーで一発点を取ると相手が来るからカウンターが効いてくる、2点3点取れるよねっていう。ゲームマネージメントをちゃんとできてる。はあ、じゃあセットプレーの練習って相当やりました？セットプレーの練習っていうのは試合の前日しかやんないんだけど、はい、ヘディングの練習は死ぬほどやる。はい、前に出ててヘディング なのか、下がりながらのなのか、いろんな場面があって、その場面をいっぱい作るわけ、うん、その練習をずっと繰り返してやる、うん、まあシュートなんてパスみたいなもんだから、そこにパスを出したいから、じゃあどういう体の向きでどういうフォームで打ったらいいのかっていうのが分かるわけよ。はあ、そういうところが積み重ねが試合を勝つための一つの条件になってくってことですね。そうだね。例えばクロスの練習をします、うん、普通の人は触るだけ、うん、でも俺へのパスだと思ってんの。はい、いやだから周り見とくの、うん、ポゼッションと一緒じゃん、うん、来たらありがとうございますってヘディングしてパスにしてカウンターにつながるっていう。はー。だからゴールキックは全部俺はもうフォワード見て、もう一番最短で点取れるのは相手ラインをゴールキックの時上げてくるから、ワンタッチで背後狙ったら簡単に取れるから、それも正確に出せるじゃん。確かに。ヘディングはヘディングでめちゃくちゃ戦術的なこともあるし、うん、この技術っていうのもめちゃくちゃ高くないと無理なの。話し始めたらもう多分ね1時間終わっちゃうと思うんで、ヘディングはね、ヘディングはね、はい、でトルシエ体制、うん、立ち上げ以降招集かかってなかったと思うんですけれども、うん、日韓ワールドカップのメンバーこれサプライズで入ったと世間は見てるんですね。この時メンバー発表はどこで聞いてました？中山さんも入られましたけれども、なんかお二人で話したことあります？中山さんと話してトップの練習以外の時の練習をめちゃくちゃ盛り上げてやったね。2003シーズン終了後、鹿島アントラーズから戦力外通告を受け、いやショックだよ。いつかは来るとは思ってたんだけど、このタイミングかって、あと1年プレーすればもう引退してもいいってずっと言ってたんで、